こんにちは。ハンナ大貫です。今日は横浜桜木町に来ています。この素敵な横浜の街をご案内したいと思います。どうぞ。私は小さい時から山登りや野原を駆け回ることが大好きな少女でした。大人になってからもどちらかというと家でじっとしているより外に出ていくことが大好きなタイプです。私のチャームポイントは足、腰が丈夫なことです。2009年2月、それは楽しみにしていた冬の白馬キャンプの数日前のことでした。私は左足アキレス腱を切ってしまい、入院し手術をしなければならなくなりました。冬の白馬キャンプに行くことをとても楽しみにしていた私は、ギブスをはめられ不自由にされ、その恵みの座に行けないことに対して焦りを感じていました。でも感謝と賛美の中でその施策を切り替え、入院中はもちろん退院してからも主の特別な恵みをいただき、聖書の通読や信仰書を読むことができました。退院ししばらくしてから礼拝の奉仕を再開していきました。しかしどういうわけか私の心はなえ、闇の中へと入っていってしまったのです。ドアホンが鳴っても電話のベルが鳴ってもそれに応答することができず、私は布団の中に入って閉じこもってしまったのです。そして立ち上がることもできなくなってしまいました。したっても私は元気を取り戻すことができませんでした。本来の私は外向きでとても活発な性格なのですが、すっかり家に閉じこもる生活になってしまいました。リハビリのために1日1回は外に出なければなりませんでしたが、人に会うのがとても嫌で、いつも誰にも会いませんようにと思いながら外に出ていきました。そして気がついた時には私の足は元に戻らなくなっていたのです。それから冬が来ても一向に良くならない足が不安になりました。階段の上り下りも不自由で、特に朝起きて階段を降りる時には足を交互に出して歩くことができませんでした。一段一段ゆっくりと降りなければなりませんでした。椅子に腰掛けている状態から立ち上がり足を一歩踏み出す時や、車に乗っていて降りた時など歩行が困難でした。その足をかばっていたために膝が痛くなりました。そして正座もできなくなりました。私はたくさんの方々に祈っていただきました。自分でも祈りました。しかし私の足は1年以上経っても良くなりませんでした。
そのうちに動かない私はだんだんに太っていってしまったのです。再び冬の白馬キャンプの時がやってきました。私は久しぶりにお会いした方に言われました。大貫さん、どうしたの？あなた太った？私はハッとしました。それが私がウォーキングを始めるきっかけとなりました。痩せたいと思うようになり、そのために私は目標を立て歩くようになり、そしてうつ状態からも解放されていきました。そんな中で私は神様から横浜18区のために祈りなさいという語りかけを受けました。祈っているうちに、そうだ、18区を歩いて回ろうと決心しました。そんな中で2010年12月、孤児院パネル展の会場となったエリスマン邸へと導かれていきました。語られた言葉を握り、18区を歩き始めた時から、それまで一人で礼拝することが多かった私に、神様は助け手を送ってくださったのです。そして徐々に人も来るようになりました。もちろん歩くことにより体重も減り、スリムになりました。でも相変わらず足は不自由で、アキレス腱断裂手術後の後遺症から解放されることはありませんでした。再び夏が来ました。なぜ私の足は治らないんだろうか、本当に治りたいと思っているんだろうか。私はそのことを思い悔い改めました。そして心から治してくださいと祈りました。2010年7月、夏の白馬キャンプの2日目の夜のことです。大貫さんの足のために教会の賜物を用いて癒しの祈りをするようにと示された牧師さんに会いました。私はその方に祈っていただきました。それまでもたくさんの方々にお祈りをしていただきましたが、その時は特別な感覚を覚えました。足がとても熱くなっていたのです。私は癒されたということを信じることができました。試しに階段を駆け下りてみました。大丈夫でした。翌朝起きた時も何ともありませんでした。こうして癒されてから半年が経ちましたけれども、私の足は元気です。こうして階段を上り下りすることができるようになっています。何度か本当に癒されているだろうかと思う時がありました。しかし秋を越え、そしてこの寒い冬を迎えても、私の足は元気です。むくんでいた足も今は元通りになり、膝も癒されています。このことを主に感謝いたします。そしてこれからも主の御用のために、この元気になった足を用いていきたいと思います。感謝します。